では今泉選手に来ていただきました。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まあ、前半レース素晴らしいレースでした。振り返っていかがですか？そうですね、船足が少しずつ上向いていると思います。現状どういった船足でしょうか？スリット近辺もいいですし、今日の前半は回った後とかも良くなってました。はい、昨日と比べて上積みっていうのは、はい、そうですね、昨日よりは全体的に良くなっていると思います。評価するならどのあたりですかね？中堅、中堅、上位。真ん中より少し上だと思います。はい、上位まではいかない感じですか？そうですね、まあそこら辺だと思います。はいはい。今後求めるのはどのあたりになりそうですか？もうちょっと回り足と乗り足さを求めて、はい、ペラ調整していきたいと思います。はい。後半レースちょっとスタート早い選手もいらっしゃいますが、はい、スタート感掴んで先回りたいと思います。はい。1枠はどうですかね？お好きですか？そうですね、先回れば一番着取れるチャンスはあるんで、はいはいはい、あとはスタートだけだと思います。はい。じゃあちょっとプライベートの話させてもらいたいんですけど、はい、なんか趣味とかありましたら教えてもらいたいんですが。そうですね、最近は自転車、ロードバイクとか、はいはい、休みの日にはやってます。結構体鍛えるのが、体動かすのが好きな感じですかね？そうですね、昔はジムとか行って筋トレよくやってたんで、はい、体は動かすのは好きなんですけど、最近は体重のこととかもあるんで、はあはあはあ、筋トレはちょっと控えてます。はいはいはい。やっぱりちょっと筋トレしちゃうとどうしても重く超えちゃいますか？はい、ベンチとか好きだったんで、はいはい、あんまり胸底に胸筋は必要ないんで、はいはいはい、ちょっと控えてますね。はい。食事関係とかは結構気をつけてますか？そうですね、食事もなるべく炭水化物とか取らないようにしたり、はいはい、気をつけてはいます。減量は結構選手の中ではちょっと減量が厳しいという方もいらっしゃいますけど、はい、今泉さんどうですかね？昔は結構きつかったんですけど、はい、51キロになってだいぶ楽になりました。はい。わかりました。では昨日から、はい、追い上げて素晴らしいレースが続いてますが、はい、最後に一言お願いします。後半しっかり逃げたいと思います。よろしくお願いします。